はようございます、聞こえますか？マスクがね、これ私のスタジオなんでちょっとマスク外します。おとといね、ちょっと年取ってるから足腰弱くてポロンってつまずいて転んじゃって顔面打って、すぐ直してもらったんだけど、もうなんか軽いムチ打ちっていうかちょっとムチ打ちになっちゃって、今日も打ち合わせ終わったらまたすぐ病院行かなきゃな、ちょっとこうなんか手痛いっすよ。だけど大丈夫です。骨も折ってないし、ちょっとだけ我慢すれば大丈夫です。もうこうやってカメラも持てるから、カメラ持てる、構えられる、シャッター押せる、大丈夫です。全然問題ないね。あまり無理しないようにやります。あの時にベッドで大学病院のね救急救命室やってなんか不安で書き込んだりして皆さんに失敗させてしまって申し訳ないと思っております。で、ね、本当はねもっとねスマホちょっと使えないですよ。手がまだあんまり使いたくないというかヒリヒリするんで、心配してもらってこう皆さんから書き込まれたメールにお返しができなくて申し訳ありませんでした。大丈夫です、今日はこれから朝一番でキャパの編集長が来てくれて、瞬間の顔のですね、打ち合わせをパブの打ち合わせをして、それから病院行って、その後なんか3つぐらいなんかお客様が来るという予定になってますので頑張ります。それではこんな感じですけどよろしくお願いします。ありがとうございました。